はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これがよし。はい、昨年の12月からね、悪性リンパ腫で入院されているような笠井アナウンサーね、いらっしゃるじゃないですか。その笠井さんなんですけどもね、お友達の美容師さんからウィッグをプレゼントしてもらったみたいですね。これはね、素敵なプレゼントだと思いますよ、本当に。皆さんご存知の通りで、白血病やね、悪性リンパ腫などの血液のがん、それ以外のがんでもね、治療で抗がん剤を使います。その他、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植というね、造血管細胞移植をする前には、普通のがんとかよりも大量に、抗がん剤を使います。そのね、抗がん剤を使うことで、ね、副作用でね、髪の毛がね、抜けます。その造血管細胞移植をする前にした抗がん剤ではですね、その僕の場合はですね、体中のありとあらゆる毛が抜けました。眉毛もまつ毛も抜けました。その副作用というのはね、以前、2月15日の、これもね、笠井さんの白血球が少なくなったという動画の中でね、口内炎のお話をした時にですね、説明したんですけども、抗がん剤をするとね、血液中のがん細胞の、細胞分裂の過程に働いてくれてね、がん細胞の増殖を防いだり、細胞が成長するのに、ね、必要な物質を作らせない。あるいは過剰に生産させて、がん細胞の死滅を促進しますと。このようにね、抗がん剤っていうのは、どんどん分裂してね、増殖しているがん細胞に左右する薬です。正常なね、細胞であってもね、その分裂速度の速い血液細胞でしょ、口腔粘膜、口の中の粘膜ね、で、胃と腸の粘膜と、あと毛根の細胞などはね、抗がん剤の作用、副作用の、ね、影響をね、受けやすいんですよ。その抗がん剤をね、使うことによって、さらにね、その白血球の減少によって、感染しやすくなったりとか、あとはね、貧血、出血、吐き気、で、口内炎でしょ、で、下痢、味覚の変化、味覚障害ね、で、脱毛ですね、これね、髪の毛ね、とは皮膚障害ね、僕も赤いんですけど、これも皮膚障害ですわ。で、あとは爪の変化ね、爪がこう、縦の線が入ってボコボコになったり、なんかこう横に波打ってしまったりとかするんですよ。ほんまにくんにゃくんにゃなってたんですよね、当時はね。今でもちょっとね、残ってますけども、そういう風な感じで副作用としてね、現れたりします。で、またその心臓やね、肝臓、膀胱、肺とかね、あと神経組織の細胞がね、影響を受けることとか、あと生殖器ね、そういったところにね、影響が及ぶこともあります。このいろんなところにね、影響を与えてしまう抗がん剤の副作用なんですけどもね、これもね、抗がん剤の種類や投与されるその患者さんのね、状態によって症状が異なります。異なりますけども、大体みんな似たような症状が出ます。ただそのタイミングやね、出てくる順番が違うので、みんなね、これぐらいの、こんな感じの症状が出てきますぜっていう説明をされます。今回は髪の毛についてのお話をしていますけど、毛穴がね、それぞれのタイミングで、影響をね、受けてるんです。それぞれのタイミングで。ところで皆さん、人間の頭の毛穴ってどれぐらいあるか知ってますか？これね、考えたこともないと思いますけども、成人する頃にはね、平均的にね、髪の毛は約10万本ぐらいは生えます。約ね、12、3本とか、12、3万本とかね、15万本の人もいてますけども、大体、でも少なくて、8万本とかの人もいてますけども、それでも8万本ぐらいあるんですよ。でもな、それなんかの平均で、10万本ぐらいは生えるんです。そこからね、増減するのは人それぞれなんですけども、その10万本って言ったんですけども、不思議なことにですよ、一つの毛穴からですね、3本とか4本、
まあ、5本とか空いてる、来ることもあって、そういう毛穴も存在するんですよ。なのでね、毛穴はまあ 7万以上 あるんちゃうかなってことになるんですよね。まあここでは今だけその7万毛穴にしましときましょう。なのでその7万毛穴がそれぞれの別々のタイミングで抗がん剤の影響で副作用を受けるので、それぞれのタイミングで毛が抜けてしまうんです。7万毛穴ですよ。7万あって7万が7万通り別々、まあ同じタイミングかもしれんけど、まあ1秒10秒遅れて毛抜けるかもしれんっていうような感じで、ほんまにどんなタイミングか分からんけど、それぞれのタイミングで毛が抜けるんです。だからね、その抗がん剤でその、まあ、徐々に抜けてきてるなーって思ってたら、まあ、気ぃついたらまばらになっててね。でも中でも最後まで残ってるやつらがそのまま抜けなかったりするんですよ。まあ、抜けるやつもおれば抜けへん毛穴もあるんで、まあその抗がん剤もね、1回で終われば、その1回の力でその患者さんのタイミングで全て抜ける人もおれば、そこまで抜けない人もいます。でも大体抜けるんで、まあ、抜けた髪の毛のね量を見ると、まあ、普通の人はゾッとするでしょうね。まあでも僕はね、美容師やから髪の毛が抜け落ちたのを見ても客観視するんで何とも思わなかったですけども、美容室のゴミ袋って髪の毛でいっぱいになるんですよ。ほんまに45リットルのねゴミ袋がですよ、髪の毛でいっぱいになったのをね見たらね、これもうクッションやんって思うぐらいねパンパンになりますからね。まあそれちょっと置いといて、何でしょう、抗がん剤ね。抗がん剤をね治療のためにだいたい3回から4回以上はされる患者さんがベーシックな治療スタイルとよく聞きますので、だいたい4回はすることになるんですけども、4回分の副作用が、7万毛穴に起こるので、抗がん剤を繰り返すことによって、まあ、それぞれのタイミングで、まばら度合いが激しくなってくるんです。なんで2回言ったんやろうな、まあいいか。でそうなったら見た目では耐えられへん人がね、まあ、ほとんどだと思うんですので、まあ、そうなる前に、まあ、自主的にね、丸坊主にするんです。まあ、僕はその移植する前直前まではめっちゃまばらでもまあなんとも思ってなかったんですけども、まあね、病院もね、移植してもらう指定の病院にね変わるのも決まってたんで、まあ、そんなことを思ってね、スキンヘッドにねしてもらいました。まあ、ほんでまあ今回の笠井さんのようにね、ウィッグの使う場合の状態っていうのは、まあ、丸坊主で使うのがね一番使いやすいんですよ。まあ、女性の場合はですね、そのやっぱり坊主にするっていうのは抵抗があると思いますので、まあ、そのままのまばらの状態で、インナーキャップというね、ウィッグの中に被る、スイムキャップみたいな感じの、あんなになんかゴムとかじゃない、メッシュみたいになってる感じのやつなんですけども、まあ、ゴムじゃないですよ、そういうのがインナーキャップがあるんですけど、そういうかぶって、ウィッグを上から被るという、上から被るというようなやり方で、使ってありますね。で、ほんでその笠井さんのブログではですね、そのウィッグの着用をした写真もねアップされてました。まあ普段のね笠井さんのヘアスタイルはそのおでこを見せてこう横分け、こっちかな、横分けだったんですけども、その前髪をこう下ろしたショートスタイルでね、よう似合ってましたよ、ほんまに。まあ僕も気が向いたらね、ウィッグとか作ってみようかななんて思いましたね。まあ自分でカットもできるのでね、僕はまあその辺は美容師良かったなと思います。まあその抗がん剤をね行っている患者さんでも、まあ、このウィッグのようにね少しの変化でもその心が落ち着くことだってねあるんです。笠井さんも喜んでましたもん、すごいね、顔も笑顔でした。でまあ例えば他のね味覚障害であっても、まあ昨日食べられへんかったねやつが今やったら美味しく食べれるかもしれませんし、食材によっちゃなんですけども、でもこのタイミングで美味しくてもひょっとしたら明日になったら美味しくないかもしれません、まあ、というのがねあるんですけども、まあ辛い中でもね、その何かがきっかけで安らぐ瞬間がありますので、まあ、そういったのをね大切にして、その瞬間を増やしていくために、まあ、好きなことをねいろいろ試していきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がねいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。